下水，跟鬼子拼了！
潜水部隊が全滅？そんなことがあるわけないだろう。私も信じたくありません。しかし本当です。大野君の遺体を確認しました。潜水部隊のダバへの作戦は司令部の数人しか知らない。 それがどうして炎塁に漏れたんだ。我々の中に内通者がいると。それ以外考えられない。でなければこれだけ正確に攻撃は仕掛けられないはずだ。潜水部隊は精鋭中の精鋭だ。普通だったら 炎塁隊なんか入ってならないはずなんだ。隊長、我々の内部以外にもう一人います。誰だ？